ジン、こっちだ、来い。マサコ殿、いつからいらっしゃるのです。何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に名が載っておりましたな。一族を殺した連中に武具を流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかはわからん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組しておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟めうぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。父上、家族の仇は討つと。足立のじじいも。その一族もこの世から消えた。吉平は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちは何も覚えちゃいないからな。自慢の子だろう。当然だよな。吉平、お前は何も分かっちゃない。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。着いた。酒をよこせ。二度と村に来るなと言っただろ。意識したら言ってるごめん。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去らなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。
政子殿を探そう。ジン、こっちだ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。これは降りるって。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよう。どこへ行く。追いましょう。かがめ、やつらに見つかる。そいつとはどこで会う。浜に来るよう言ってやる。やつは二つ返事で家来も連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供もいたのに。俺は殺しちゃいねえ。武具を流しただけだからな。畜生が。政子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐って侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいさ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おのれ、私の獲物を。逃がしてなるのか。見つけてやる。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。フミだ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。
襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。折を見て来てくれ。